手書きってことですよね。はい、ここは全部手書きです。すごい、向こうすごい、龍龍やん龍。スイッチオンのタグにスイッチオン、今日はですね、はい、平安神宮の近くでございます。なるほど。またあれやね、最近多いパターン、あの閑静な、そうですね、住宅街でございます。スイッチオンが声を張らない場所ですねもうすぐわかるでしょだってね、張ってけ張ってけあかんってなんでよ。いや、あかんねんって、そういうのをちゃんとしていくYouTuber なんだから。大人の、そう、大人の、まあまあね、教育チャンネルですから僕ら言ってもいやいやよう言うたな。いやいやいや、だって前回のあのお茶とかすごく教育的でしょ。あの、あ、すごくね、うん、歴史も感じることができるし、そうそう、豆知識も入りつつ教養のある、そうです。だ2021年はそっちの方にもっともっと邁進していくつもりはないか、はい、いやいや、僕はだから最初ジャンルを教育にしてたら、はいはい、スイッチをエンターテインメントに変えろって言われて今変えてるんですよいやなんかな僕はエンタメの方がいいかな、僕は関西一のエンターテイナーだからエンタメに変えろって言われたから変えたんですけどちょっと待ってくれ、何誰が言ってそんなで今回はね、はい、うちわの匠を、はい、紹介しようかなと。うちわ、うちわでございます。ちょっと季節外れじゃないですか。うん、まあ言ってしまえばね。せやけどなんかすごいね、お店があるということで、はい、季節的にはまあ金銭とこ。さあということで、はい、お邪魔するのはこちらでございます。はい、ものすごい、これやば。ちょっとママすごくない？ちょっとびっくりすんねやけど。いい、まあ行ってみよう。こんにちは、お邪魔します。取締役でございます。住井さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。いやー、ものすごい綺麗なギャラリーで。すごい。カフェみたい、カフェ。いや、ほんまに、ね、ピカピカだよ。おしゃれな。これね、センスもあって。あ、でもうちはもうほら、うん、うちはある。奥の方もずらーっと並んでるもん。本当だ。ここはどういうお店なんですか？うちわが歴史は深いんですけれども、今までは一切表で出してなかったんですが、もう今残っているのは、この芸妓さん、舞妓さんの、うちわ。じゃあ、芸妓さん、舞妓さんが使わはる、うちわとか扇子を販売してはる？そうなんです。へぇー。もそうなんですが、これも見ていただいたら、いいですか、もったいは。これはだから芸妓さん、舞妓さんのお名前とかですか？そうです、そうです。ずらっと、はい、じゃあ夏場のシーズンになったらこうやって皆さんが作らはるときに、はい、発注でかかって作らはるのが住井さんのところのここのお店、はい、もう明治5年からずっと続いております。長いことやってはるんですね。うち自体はもっと長いんですけど、だってなんかさっき館内見たらね、寛永、寛永言うたらだって1624年です。300年近く、はい、1570年に扇町天皇様から深草の家系で、はい、うちわ作りを支配せよという命を受けたんです。1570年、はい、ですのでそこから約50年経って、たくさんの職人さんとうちわがよくできてきたので、うちが関わらないとダメないことで1624年にうちわに関わった。で、小丸屋さんが、はい、その時の印が夜勤が、この夜勤とこの装束を、深草のたくさんの種類がある中で、はい、自分とこうやったっていう夜勤がつけたのがこの印なんです。じゃあ小丸屋さんのとこでのうちわはこのマークがついてる、はい、夜勤と印がついてる、はい、江戸時代の時のうちわも、うん、1600年代のうちわも全部夜勤が入ってて、印が入ってます。だけどうちわ言うてもね、なんかこう形が微妙に違いますもんね、はい、これは一本の竹でね、出来上がってるので、種類で言うたらうちわのね、はい、そのパターンっていうのは何種類ぐらいあるんですか、ね、ここで扱ってたくさん種類はあるんです。でそれ全部称賛して京うちわっていうのに名前がついてたんですけど、まあ近年になってからはね、挿絵で肥後で並べて、うん、竹肥後のことですよね、はいはい、骨になってて、はい、がいう、まあ、挿絵のものが京うちわになってるんですが、あ、そういうふうな定義ですな。そうです、そうです。なるほど、はい、じゃあそのうちわのね、はい、形とか、はい、いろんな種類がある、はい、ございます。もしよかったらどうぞ。あ、はい、はい、ちょっとじゃあなんか見れるんですか。昔は使われたと思うんですけどね、うん、これが今、私がここに使われたんだね。ちょっと向けていいですか。はい、どうぞ。お、これどうして、なんか年代ものとかそうなんですか。はい、1600年代の、現世上人さんの、うわ、はい、僕様のあれやから、師匠すみません、はい、これカメラに向けてもらっていいですか。はい、
今こうやって役員、あ、これはさっき言ってた。へぇ、これなんて書いてありますの？顔をね、払うために火とかね、うんうん、あのそういったものに振って使うっていう意味なんですけどね、ちょっとこれまだ解説は解いておりません、まだは、はい、そやけど偉い年代もんですね。そうなんです、1600年ですよ、はい、400年以上前ですね、はい、約400年ですね、はい、だからね、これまあ、あの、売り物がずらっと並んでますけど、失礼な話、一番そのね、お値段するのおいくらぐらいであるの？あの、絵描きさんが、あの、作家さんもんが多いんで、はい、作家さんのもので、まあ、15万ぐらいのとか、ちょっと見させてもらっていいですか？はい、だいたいその、ちょっと連れてってもらって、はい、どうぞどうぞ。まあ、すごくね、綺麗な、綺麗、すごい、この辺りが、あ、うまい、これいくら？16万5千円。あら、手書きってことですよね、はい、あ、全部手書きです。うわ、すごい、向こうすごい、ね、リュウ、うわ、すごい、リュウ、ねえ、分かっとるかな、何回もリュウ言わんでもいい、知ってる、リュウ分かっとる。皆さん、どういった方がお買い求めされるんですか？お店される方とかですか？あの、いろいろですね。やはり、あの、自分のところに飾っときたいって言って買いに来られる方や、あの、お土産に海外の方にも渡される方や、いろいろですね。いや、すごくここまで、ね、価値のあるものやったら、僕なんか触ることもできませんし。そうなんです、やっぱりあの文化として残していきたいなと思ってますのでね、まあ、うちは言ったら普通日常に使うものが多いんですけど、でも江戸時代の時からね、いろんな作家さんたちも絵を描いていただいてますのでね、うん、そういった文化をもう一回思い起こしていいものづくりをしていきたいと思って、あの、実はちょっと高いものを作らせていただいております、ね、ですので、この辺りはやっぱりね、来た時にはちょっと見ていただいて、ね、こんな感じのね、はい、雰囲気やでっていうのを味わって、ほんで、もしも気に入ってもらったら買っていただいて、では、この他に何か僕ら見させてもらえることとかあります？はい、あとは舞台の小道具の方を見ていただいたら結構かと思いますので、小道具、はい、日本舞踊の小道具をさせていただいております。あ、見たことないですよね、でも、はい、そうですね、どんなものがあるのか分からないので、はい、よかったら見てください。あ、行きましょう、行きましょう、はい、ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。